はい、ミキヤコーヒーブレイクでございますが、はい、今日のコーヒーは、あ、今日はね、はい、ハワイコナという、あ、ハワイコナ、うん、ハワイ島にありますね、コナという町、そこで取れるか、ね、そこの粉ですかね、うん、今小山のり子さんがね、はい、せんべい持ってね、うん、持ってやらない、取りに来たんですか、ね、え、そう、せんべいこれ1個10円はい、時刻は間もなく2時です、何時放送ニュースジャータは3ミリリットルで5ミリリットル以上の味、スジャータが2時をお知らせします。住純一さんを呼ぶ前にね、あ、呼ぶ前に高崎のね、もう外資宿題があります、考えとこうって言って、うん、で何、僕の親父の土地を訪ねてもらいました。そうです、ね、今度は母親のところがね、うん、この僕の母親をね作り出した僕のおじいちゃんね、うん、母親のお父さん、はい、これがまた名物、なんか上岡さんの周りでそんな人ばっかり、人変人の集まり、これがね宮崎県延岡市ですね、うん、北幸之助中でね、99で死にました。あ、それも割と長命ですね、なんか早稲田大学の英文かなんか行ってました、ね、当時の、明治の人でしょ、明治も明治、裏明治です、ね、ちょっと慶応かもしれへんという、いや早稲田です。でなんか大学2年の夏休みのね、はい、帰り帰省してる時大阪で途中下車して、うん、で何日の芸者とできて駆け落ちしてね、あら、その大学行かんと、ね、一生どこにも勤めなんだ、調査さんです、勤めなんだっつって言うたって、うん、か株とか、ああそういう、でその年で英語が喋れて、うん、エスペラント語がペラペラ、エスペラント、僕子供の頃ね、電報をね友達とエスペラント語でやり合いしてました、へえ、肌柄まらか観念なんでから、それちょっと生してんでない、市役所の顧問しててね、うん、延岡市役所行くとね一つ部屋持ってました、そこでいつも英字新聞見てね、昼過ぎになったら帰ってきてね、あら、で株式式を聞いて株の欄が赤鉛筆で線引いてた、どんな人や、その親、あのおじいちゃんも花になってるか訪ねてる、まだ生きてはんの、死んでるかな、99で死んだ、うん、でその人のどなたがエピソードとかですね、そう聞いてくる、残党がおるはず、うん、その人の残党は僕のね、それから母さんは母親の弟がいてます、北三光ってね、はい、三光って3つ行くって変わった名前でしょ、うん、でもう一人いとこに四光っちの4つ行く、うん、で僕あのまま九州で生まれてたんで僕五光になってて、で親父がこれはいかんって五光の捨てきれいじゃん読み戻したまあそういう変わりもんばっかりですよ、ほらその系統引いてはんねんね、そのお母さんも母親も、あの家事一切嫌いで、読み書きそろばん大好き、勉強ばっかりしてたというね、住純一さんこんにちは、いやーなるほどね、うちの家系地をたどるとね、うん、不思議な家系ですわ、絶対な家ですわ、やっぱ処方家っていうんですか、この十分そういうね、うん、そうして食べていけるというか、受けたんでしょうね、ね、なんかそういうこと、母親の方はね、うん、父親の方はもう水飲み百姓どん百姓、赤貧洗うがごとし、はあはあ、ところが母親の方は裕福なっちゅうかね、なるほどね、大差ですわ、まあそういう方になんか知的なものだけでうまくいけたらいいでしょうね、やっぱりね、なんかそういう面白いでしょうね、みんなどっちに憧れ、そっちのに憧れてますかね、やっぱりどっちか言うたら全世界の人々は、はあ、どうでしょう、僕一度ね、うん、関西テレビ系列の、はあ、テレビ宮崎とか言ったかな、ほうほう、宮崎で、開局記念があった時、はいはい、仕事で行った、はあはあ、ただやっぱりそこの女性アナウンサーがね、うん、あの上岡さんのおじい様、私よくお話伺ってます、北方の杉知ってますかね、知ってます、うん、有名ですかね、変人でっていう、うん、やっぱりこれね変わりもんで、松代までなんかね、あの調停委員やとか家庭裁判所なんやとかそういう肩書きの言葉ばっかりやって、職にきちっとその何屋さんちゅうのやってへんんですよ、うん、そんなんで生きてられた時代もあったんですね、知恵袋なんでしょうな、そうでしょ、あの、うん、地方にしたらね、そういうことでしょうな、だから部屋もらってね、今の話聞いてたら、まあ、とにかくいててくださいとやってでしょ、あの落語で言うとまんじゅう怖いなんか出てくるね、ああのもんけさんみたいなもんね、そうそう、もうあいつ腹立つねんけども、物知ってるだけに仲間外れにできへんという、この近所では物はよ知っとると、そうそうそう、なんかの時いるから置いとけ、置いとけ、何の役にも立たんねんけど置いたというね、それが綺麗好きでね、うん、もう真夏といえども朝のスリーピースを着てね、パナマ帽かぶって縁なし眼鏡かけてね、あの白髪を真ん中から分けてね、ひげ生やしてるんです、
うん、もう家帰ってくると必ずこの陰干しするんですよ、スーツと汗かいて、うん、それであの小さな黒炭の机があって、これを自分でもう磨きに磨いて、手先は器用で細かいことが好きでね、綺麗好きでチリッととしての嫌な、そういうおじいちゃんでした。変わり者でした。その辺似てんのちゃん、ちょっとはね、似てるでしょうね。ですからその三光おじいちゃん、ちょっと僕の母親の弟ですがね、うんうん、それが僕が子供の頃に、奥さんと二人でダンスホールへ行ってたのを僕子供の頃覚えたんです、うん、で家帰ってきてから畳のヘリを利用してダンスを家でね、夫婦で踊りはるんです、うん、でその時流れてた曲がリンゴの木の下で明日また会いましょう、あのビッグミラー、ね、うん、それで踊りはん、それを僕はだから子供の頃に覚えてるのは、そのリンゴの木の下でとあなたと二人で北岡は港の見える丘、うん、この2つの曲で踊りはるか、生まれて初めて聴いた曲はそれなんだ。なるほど、うん、僕らの年代だと大概あの赤いリンゴに一度で聴いたって、僕はリンゴの木の下で、これが最初だ。ああ、モダンな方だったですね、ちょっとね。へえ、そうですか。これうち不思議でしょ、あの親父神岡でね、うん、母親小林でね、うん、でおじいちゃん来た、うん、あ、そうか。でも養子養子幼女幼女もその入り組んでるんです、うん、どれが本家やないわからんなるほどね。昔はやっぱり 家柄とかなんか、うん、継いだりとか、そうそう、生まれた子供を本家筋の席へ入れてとか、うん、ねえ、なんかしてた、次男はこっちへ養子に出してとか、うん、なんかそんなんがあったんでしょうね。だから九州の延岡の小学校のグラウンドがうちの母親名義の土地でしたよ。え、グラウンドも建った、でそれ貸してたかなんかね、うん、とか当時は不在地主はなんか農地改革で取り上げやとかね、うん、はいはい、親父の方は何の痛手もなかったけど、母親の方は大きい痛手があったみたいですよ。ああ、そうか、うん、モテるものとモテないものとね、うん、そうだね、うん、あれですね、まあ、まあ、そういう環境からこういう歪んだ子は生まれますからね。そうでしょうね。フォローはせんね。みんな納得してね。納得してどうなる。あれ、どういうフォローするんですか。そんなことありません。そんなことありません。そんな環境に生まれないながらよく健全で健やかに尽くすと。子供成長を遊ばしたあやかりたいあやかりたい。なぜ小褒めのようなテレビは言えない。私も一応こういう職業についてなかったら言うんですけどね。うん、あんまり嘘を言ってはいけない職業なんで。嘘を言ってはいけない。そうなんでしょう。この職業はあんまり嘘を言ってはいけない。あんまりね。うん、あんまりね。だって僕も 100% 言ってよう言いません。そうでしょう。うん。あんまり言ってはいけないという、ね。でもあのアナウンサーと言いますが、はいはい、もう鷲見さんの場合はアナウンサー的身分はもちろんアナウンサー、はいはい、やってる仕事はアナウンサーというよりもタレントですもんね。鷲見純一というキャラクターで世間が認知してるわけですからね。でもあんたみたいなタイプは珍しいですね。そうですかね。これはあのつまり家庭環境なり地域なり社会なりが生み出したものなんか、それとも毎日放送という社風がそれを生み出してしまったのかね。僕個人はやっぱりこの大阪でね、うん、時代がっていうのは感じますわ。やっぱり昭和20年のあのギリギリの生まれでね、19年ギリギリの生まれで、でやっぱ毎日でそういうやつを採用する曲が、まあ、上層だったんでしょうね。でもまあその素材が入ったところでそれを育み、美しみ、育て上げということはまた会社機構の中での雰囲気というのがありますね。あ、そうですね、うん、例えば学校教育の中で目をそがれるタイプもありますね。社会へ出てからいい目を積まれてしまうと、うん、そういうのもあるでしょうしね。まあ、毎日もいい加減さが良かったんじゃないですかね、うん、昔は毎日もそうせなかったんですがね、硬かったんですよ。昔はもうね、僕ら来るの嫌でしたもん。うん、僕もそう分かりますわ。もうね、なんか区役所来てるような気がします、うん、そう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 、うん、僕らリスナーだったでしょ、1位、はあ、その時はもうこんな、まあ、言葉あるけどセミ NHK っていう感じしたんですよ。ミニ NHK、 そうそうそう、 NHK 第3放送出たんです言うてんけどね。いや、僕らが言うたら、いや、ほんと変わった。いや、やっぱりね、斎藤主計で変わったんかな。いやいや、まあどうなんやの、ね、やん、まあ斎藤勤で変わったんちゃいますか。ああ、ヤンタンというか、やっぱり
ヤンタンできた時はびっくりしましたね。え、マジオとかあんな番組すんのっていう。ああ、そういや、そうかな。そうやね、その。それ今や朝日がね、完了みたいなってこと。昔の毎日放送はあの区役所か市役所止まりでしたが、今朝日放送行くと、なんか自治省行ったみたいな感じしますね。自治省。区役所より、その、お国の省の方が偉そうにしとる。ああ、そうやね。それで冷たいがな。ほんまやね。なんで返事せへんの？はい。あ、なんですか。いや、だから斉藤と今ヤングタウンができましてですね、あ、毎朝変わったなと思いました。僕ら、いや、それなんで朝日放送のこと言ったら返事せへんの？はい、いや、だからまあ、あれでしょ、僕をこうな、こんなんはアナウンサーでないようになってきたのは環境どうやって言わはったからね。なんも毎朝放送の悪口言ってるのちゃうのにね。いや、ちょっと今考えてたんですよ、何やろうなぁ思ったら、やっぱりね、何でしょうね、面白いですね、面白いですよ、あれ本当にね。でもヤンタンやりだしてもう何年です？ヤンタンさんのスタートしたんが昭和42、3年。いや違います、42年、僕が入った時が42年の10月からです。42年の10月。私ら PTC 行ってる子や。そう、僕ね、ちょうど漫画トリオ解散寸前にね、深夜放送で、例えば OBC で笑福亭仁鶴が偉い、はい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 、から、桂三枝がヤングタウンで出てきた。そうです。これを僕はね、まず最初に、桂三枝ヤングタウンっていうのを聞いたの、バンド仲間から聞いたの。あ、そうですか。そのバンド仲間のあるギタリストが僕に、この頃深夜放送で三枝の出てるけどおもろいで、って言って、へえ、ほな弾いてみよう、帰って彼の家で聞いたのを覚えてます。そしたらまだ漫画トリオでしたから、ああ、おもろいな、話し方と違う雰囲気やね、で、仁鶴屋がその頃 OBC で出てきて、これもおもろいな、僕はそ当時はもう毎日のように夜中、表出てましたから、当時はまだ絨毯バーとか言ってるじゃないですか、ありましたな、絨毯バー。喫茶とか言って。で、そういうとこへ連日行ってましたから、そこ終わって、まあ、家帰ろう、終わるってことはないけども、帰ろうかって言って自分の車でいつも運転して帰ってたでしょ、でその車の中でさ、深夜放送中のに、こんなことやってんのかおもろいなと思い出しました。僕はだから入社が決まったのは42年の夏なんですよね。で、これなんか僕なんかなんかやる仕事あんのやろかと思ってましたですよ、毎日放送行って、ほなその10月からね、便所場の明かりみたいな、まあその時三枝さんじゃなかったけども、最初もでしたけど、最初は、あらーと思いました、それから20年以上経つわけですけども、変わりましたですね、雰囲気が世の中、やはりあの社会の動きをキャッチし、はい、それをあの一歩先行くといかんだよね、半歩がいいね、そうですね、一歩行ってしまうとちょっと先行きすぎて、ヤンタンで学んだことと言いますと、ハガキ来るでしょう、そのハガキを読むということからですね、今おっしゃったように、その何聞いてくれて、どう思ってくれてるのかとか、どんなことを考えてるのかって、やっぱりそれはギャグとか勝負の話なんかでもなんかわかるんですよね。で、半歩というか、そこをちょっと鶴子ちゃんなんかが面白くするわけですけども、それをこう一緒にやっててね、こうラジオ聞いてくださる人と割とそんなに離れないでやっていくというのが、なんか自然に身についてくると言いますかね、ありましたですね。僕も一回だけヤンタン出してもうて、斉藤勤さんの時に。ああ、そうですか。で、大久保玲さんがえらい怒ってね。あ、そうですか、新聞に書かれたことありましたよ。なんて、僕はね、その時、まあ、漫談というほどのことじゃないけども、今で言うそのキャラクターを出した喋りということでね、何言ってたんかというと、その戦争、つまり大東亜戦争ですね、一応昭和16年の12月ね、その時点で、すでに二十歳になってたもん、これは全員戦争犯罪人やっていたんですよ。当時ね、ちょうど反戦フォークとかいうのが梅田は広場は、歌歌っちゃいけないとか、立ち止まってはいかんとか、で曲がりなりにもね、反戦ということをテーマにしてるわけでしょ、でそれを追い払うというのはいかんと、むしろ反戦ということで行動を起こしてる若者はええやないかと、それよりも昭和16年当時すでに二十歳という年齢に達した、そら治安維持法があったかしな、教育がどうやったかしな、そんな言い訳は別にして戦争反対せなんだやないかと、
それは全員戦争犯罪人やと、うん、こう言うたらね、ちょうど大久保玲さんその年に当たってきてそれでね、なんか新聞にね、うん、まあ僕のことだけ取り上げるには僕はあんまりにも知名度が低いんで、うん、その新聞記者も考えまして、十発とからげにされましてね、うん、最近その毒舌とかなんとか売り物にしてる輩が出てきてるから、これはけしからんと、うん、例えば立川談志、野杖金平でその辺のことが書かれて、うん、大阪で言うと、うん、あの上岡龍太郎なんかは、うんうん、この間ラジオでこんなこと言ったらとんでもないやつで、歴史を知らんやつや、うんうん、全て我々の話題はいかにインパクトを与えるか、うん、そのためには歴史のことは周知の事実であっても、それをカリカチュアして凝縮してテーマとして与えるのが私の仕事やと思ってましたからね、はいはい、だからそれをあえて言うて反論を待ったんですよね、うん、当時どんな状況だったか知りもせんとというね、うんうん、理由にもならん理由で反論してたから、このおっさんもレベル低いなと思ってたんですよね、うんうん、でもあの戦争知らない子供たちというのが歌が出てきましてね、はい、僕らはどっちか言ったらそれの最年長だと思うんですけどね、うんうん、昭和20年前ですからね、もう言うてられませんからね、それがもう人の親ですし、そうね、ベトナム戦争知らん子も多いんで、ああそうよ、あのだからね、第二次世界大戦を知らないおじいちゃんおばあちゃんがもうすぐ出てきますんですからね、ほんまやね、そうですからね、僕らがおじいちゃんおばあちゃんな時にね、分かりませんもんね、実際は体験してないですからね、うん、もうそんな時代ですからね。いや、さっきもこの始まる前にこうみんなで喋ってたんですけども、この昭和史がすごいと、うん、もうそんな明治維新な習ってる場合はないんちゃうかともうこの変化すごいなという、特にここ3年ぐらいのね、そうです ねこれを僕は時々ぞーっと背筋に、冷たいもんが走るっていうのを覚えるのはね、はあ、昭和という時代を学校教育で教えたらどうなるやろうと、ね、僕らが徳川明治大正というレベルで習ってきたような習い方をするわけでしょ、そうです、我々は体験した部分がありますから、はいはいはい、それを学校教育の歴史という時間に習うと、1945年昭和20年、第二次世界大戦終結、1945年昭和20年、こういう覚え方になるわけですよ、歴史の覚え方はね、これはね、うん、違うなと思うんですね、思うでしょ、うん、あそれから、1192年鎌倉幕府できるとはわけがちゃうんやからねその辺ですよ、だから今まあそれはまあ最近のニュースで言うならば教科書問題になってる裁判ありましたが、うん、結局そういうことなんでしょうね、うん、難しいんですよ、それをやるということはね、なぜ戦争が起こったかというところまでね、うん、そうそう、まあ、流れとして ね点ではなくてね、うん、面の広がりと線で、治っていくところはそんだけの時間ないですから、日本は歴史が古いですから、ね、アメリカなんか楽です、200年覚えじゃないね、うん、日本で200年いたら江戸中期でしょ、そうです、うん、その頃から、まあその前のことを言い出すとね、うん、キリがないですから、はいはい、だからやっぱりさ、今おっしゃったことは大変難しい問題らしいです、どういう教え方をするかというか ね、いろんな方面から、あの、事実というのは要件あるんですよね、はい、私なりの事実、はい、僕らの一番思ったのは漫画トリオ解散っていう事態がね、はは、今からもう20年ぐらい前か、はね、昭和43年に会った時にね、はい、事実、全部事実なんですよ、僕の言うのも事実、はいはい、ノックさんが言うのも事実、うん、フックさん側からの証言も事実、ね、事実が違うんです、違うんですね、これはね、その体験者によって違うということありますよ、そうするとね、情報が、まあ、例えば漫画トリドルと3通りあるわけです、はい、情報源が、うん、要はじゃあどの情報を自分の情報として身につけるかとなると、うん、人間関係だと思うんですよ、僕の基本的に、やっぱり誰を、まあ、ノックさんを信用するのか、あ、亀岡さんがこんな言い方してるから漫画取りはこうだったんだろうと、亀岡さんという人柄を理解しない限りは逆に情報が本当の情報にならないんですよ、伝える人が、うん、その人柄なりが分かる時代ならともかくね、分かりませんからね、社会的状況、例えば、ああ、ケネディ大統領暗殺されました、はい、うん、誰に殺されたって言われると、もう今学校教育で、はい、仮に学校教育的な覚え方をすると、オズワルドというのに
撃たれたっていうことになっていけるようになってますね。でもあの頃は違うちのありましたよ、ね、今も出てきてますね。オズワルドはルーディーちのに撃たれた、はい、でそのまま 単独犯行が複数か、はい、いや実はあれは違ったんではないか未だに言われてますね。今言われてますね。ほぼ暗記するんやったらケネディ大統領ダラスで暗殺をでいうことですよね、うん、一応オズワルドと、うん、そうするとやはり織田信長は天津の本能寺で明智光秀に仕捕らえた、うん、で当時は違うって説いっぱいあったと思う。そりゃそうですよね。明智光秀やったから今や、明智光秀が織田信長を殺したと軍になってますよね、うん、その織田信長は豊臣秀吉の軍勢にやられた、うん、これあのオズワルドとルビーの関係に似てますね、うん。でもそれを書かないと試験はゼロですから点数になりませんからね。そうに書かないとね、うん、面白いですね。学校教育でそういう点で習っておいて、うん、あとは自分でそこを補填していくことですよね。本当はほら今それおっしゃってることは全部今回の裁判の論旨じゃないですか、うん、家長裁判の、まあ、家長教科書中のね、うん、僕もあの文部省検定不合格日本史という本が出ましてね、はあはあ、で読みましたですし、うん、あれは検定不合格です。いやそうですか。ダメですかあれ。あそうですか。僕はもうね前半、うん、3世紀4世紀頃でもうこれ検定不合格やなと思いました、うん、間違ってますもん家長教授は。どこが、うん、4世紀頃の記事がどんな、すでに4世紀に日本列島は近畿天皇家によって統一されてたと書いてありますね。うん、違いますもん。あ、違います、ね。違います。うん。うん、だから僕が文部省の審査員でも、あ、ダメって言うでしょうね、あれ。あ、うん、だからかなり現代史の方が、言われてるわけでしょ、はいはいはい、特に1945年以降とかそれ以前その周辺がねかなり問題、はいはいはい、あんまり江戸時代のことで問題になるっていうのないですね。そうですね日本史でね、うんうん、ところがね古代史の部門でも家長教授ダメですあそうだね、うん、まあ時代が時代やった、つまり それまでにそういう学説がまだなかったから、それに依拠してると、うん、言えんこともないですけども、うん、いやでもあの頃も、うん、せやねどうもねああいうもんっていうのはその東大教授が言うと、うん、信じて、うん、で高校の先生が言うと面白い仮説ですねで済まされてしまう権威主義があるようですね。学説という、はいはいはい、うん、でも3歳の子供が言っても真実は真実だそうですね、うん、裸の王様そうです。65歳の学識経験者が言っても嘘は嘘です、うんうん、衆議院議員が言っても嘘は嘘、うん、ね、学生が言ってもほんまほんま仕事あんだから肩書きに偏らんと真実を見抜くねというのが必要です。さっきこのいろいろなおっしゃってのを聞いておりましても、そのおじいさんのつらさがね、つら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 としてきますですね。そういうおじいさんがいたはったね。嫌がられたんでしょうね。言うてはめちゃったんちゃいますか、市役所区役所かどっかで新聞、英字新聞を見ながら。何を言ってるか、君たちは。とか今で言うたタレントやもんね。そう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 ですわ。芸だけで食うそのまま神岡龍太郎そのものじゃないそれで僕が芸人になったっちゅうのを聞いてねああもう小躍りをして喜んだ。なんでやっと我が家系からも芸人が出たかって喜んだ。こっちだと反対するんだ、ね、普通ならも子供の頃からねその母親を通じて、うん、そのおじんは僕に、英語やとか、うん、勉強やとかそういうことを必死に言うた おじいちゃんです。うん、うん、なんで喜ばはったでそんなんが一人ぐらいおらないかで自分も好きやったんでしょ、芸者さん芸者とか気落ちするぐらいやから、うんね、もう上岡さんはそのパラマの帽子かぶって、その白のその朝のですね、うん、服着て似合いますもん。そうだね、もうその通りや、ね、もうその通りですもん。どっちかというと僕みたいな体つきでね。そうでしょうね。そっくりやと思う。写しやね、まあ言うやん。そうそうそう。でも僕市役所雇ってくれへんからね。絶対雇ってくれませんね。今の時代ですね。今の時代はね。もう。田舎行きゃわからん。さっきの足摺岬の向こうの辰串の向こうの大津土佐清水市ぐらい行きゃ。いやー今はねどうでございましょうか。までね、まあ、情報が行き渡ってますからね。ね、うん、いやまあしょうもないこと考えました。昔今のなんかこう新製品いっぱい電気製品もありますが、うん、そんなん持ってたら
江戸時代行ったらものすごい記述史になって意識を楽して食っていけるやろうなと思いました。ライター一つ持っていくだけでね、ライター一つだけで一生食えんのちゃうか思います。一生は食われへん、ガスなくなる、なくなったら作り方知らんもん、ガス。あ、そうか。我々は今こんだけの文明の真っ只中にいるのにそれを作るということになると9割9分はダメですね。そうですな、テレビ作れ言われてダメでしょ。ダメです。で、作りますから原理を言うてください言われてもダメで、ダメです。わからんわな。わからんですよ。作られたものを使っていろいろ楽しく遊ぶんやったら任せといてください。それはできます、ね、できますね。もうテトリスならね任せといてください。テトリスね、ところが、コーヒーカップ一つ僕ら作れない。作れないです。ね、ですね。ですから遊びで例えば多治見とか瀬戸とかの辺行った時に、うん、はいはい、ここのろくろで回ってください言われると、用意してあるからできるけども、はいはい、どの土なんですっていうの分からんでしょ。だからね、一から言われて分からん、ね、どの原石が銅の原石か僕ら知らんでしょ、うん、ああ、大したもんですよ、昔の人。あれ、作るって大変なんですね。作るっていうのは大変、今の我々は作るってことしてませんから、壊すという文明ですから、うん、いかに使って消費するっていうのは壊すということですね。そうですね、そうですね。消すということですからね。そうですね。うん、すごいなぁ、タジーちゃんすごかったよな、うん、今我々こうして25分間、はい、もう時間を消してしまいましたもんね。うわ、もったいないね、うん、無駄にね、無駄に一生戻らない時間ですよ。そうですよ、言いました学校の校長先生がそんなことを、ね、今の一分一秒は一生戻りません。本当ですね、よう言われたな、よう言われたで、僕はもうその時家でこれ戻らん、一分過ごしたら戻らへんよ、喜んだ。いや、なんて贅沢でいいでしょ、戻らへん、一分はぼーっとしてる。そう大きなってから嘘やつの分かりました、うん、え、10月1日の夜10時にこっち出てハワイ行ってた、また10月1日嘘つきやがったな校長。時間あるやないかい。ちょっと帰る時にまたプラマイゼロに、どん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 向こうへ行って戻るやない。いや、一応ほんなずっと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 桜は知らなかった。東へ行ったら若返ってくるんだよ、あんた。そやから東へ思いっきり光より早くキュン止まってみるの、なんぼでもかい、うん、あんた二十歳戻れるよ。ほんとかしら。戻ってみたいなのかな。ということで、また無駄な一歩を過ごしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。